カムイトラノクッシャロコ・ジャズフェスティバルは北海道手鹿賀町で行われた野外ジャズフェスティバル。1983年と1984年の2回開催された。カムイトラノクッシャロコ・ジャズフェスティバルは北海道手鹿賀町のクッシャロコ・藩ンしぶせに特設ステージを設け開催された。プロデュースは漫画家の赤塚藤尾。カムイトラノはカムイトラノと表記され、 アイヌの言葉で、神々と共にという意味、自然にみんなで感謝しようという趣旨で付けられた。とは、アイヌ語の発音を表記したもので、とに近い発音をする。1985年以降は、再産性の問題から開催されていない。週刊プレイボーイ誌に連載されていた赤塚不二夫の、これでいいのだ。人生相談によると、コンサートの成功を受け、イベントや、 広告代理店などから企画の中心人物であった赤塚やアイヌの人々を排除しジャズフェスティバルを継続しようとする働きがあったこともコンサートを継続しなかった要因であるとしている。1983年7月30日開催。あの日は雨だった1984年8月4日開催。カムイトラの84ポスター。ありがとうございます。